モナ・オズーフは、フランスの歴史学者、哲学者、国立科学研究センターの主任研究員。フランス革命史と教育史を専門とし、とりわけ、フランスはフュレとの共著、フランス革命時点で知られる。モナ・オズーフは1931年2月24日、ランニリスにモナ・アニック・ソイエとして生まれた。父アン・ソイエと、母・アンヌル・ダンはに小学校の教員で、父アン・ソイエは、 極左、反共権主義者で、特にブルトン語教育の必要を訴える、アルファルスの活動の主導者であった。また、出生名は、ジャンソイエだが、ブルトン語の、ヤンに改名している。オズーフは、ブルトン語の教育を受けたが、彼女が4歳の時、33歳の若さで亡くなった、ヤンソイエは、死の間際に、妻アヌに、我々の思想を娘に押し付けて、うんざりさせることのないように、 自分で本を読んで理解するようになるだろうからと語った。オズーフは後に父の影響について一つの模範でありほとんど伝説的な人物となっているとし、父はブルトン語の遺産を守ることを希望していたにもかかわらず、彼女自身はフランスの地方ではなくむしろ逆に中央の歴史であるフランス革命を専門としたことは両親の意思に反することだったのかもしれないが、 一方で、家庭で教えられるブルターニュの言語、歴史と学校で教えられるフランスの言語、歴史の間にある大きな溝に気づき、歴史教育のあり方を考えるようになったと語っている。母アンルからの影響については、仕事へのこだわり、他人に頼らないこと、経済的自立は女性にとって最も重要なことの一つであることを学んだという。一家はランニリスからプルーアへ、 さらに同県のサンブリユーへ越した。サンブリユーでは、エルネストル南中学校に通い、作家ルイ・ギルーの妻、ルネ・ギルーが、同校のフランス語教員であったことから、ギルー家に出入りするようになり、それまではもっぱら父の書斎にあった、シャルル・ルオフィック、アナトールル・ブラーズなどのブルターニュの作家の作品を読んでいたが、以後は、ギルーの勧めに従って、アルベール・カミューなどの同時代の作家やロシア、 英国の小説を読み吹けるようになった。レンヌで1年間、グランゼコール文系準備課程を取り、16歳の時に高等学校全国試験のフランス語で最優秀賞を得た。女子高等師範学校で哲学の一級教員資格を取得した。1954年に歴史学者ジャック・オズーフに出会い、1955年に結婚。彼を介してドニリシェ、 エマニュエル・ロアラデュリ、フランソワ・フィュレラの他の歴史学者と一緒に仕事をするようになった。特に、フランソワ・フィュレとは、以後、主張、フランス革命時点の他多くの協調を発表している。長年、社会科学高等研究員のレーモン・アロン社会学、政治学センターの研究員を務めた後、1997年から国立科学研究センターの主任研究員を務めている。 また、ヌーベル・オプセル・バトゥールにコラムを連載し、ピエール・ノーラが創設した政治・社会学雑誌ル・デバにも参加している。政治的には左派であり、1950年に共産党に入党したが、当時の多くの若い共産党員と同様に、1956年のフルシチョフ報告及びハンガリー動ーランに深く失望して離党した。2005年、 ピエール・ビダルナ家のイニシアティブにより、モナ・オズーフ、エリザベット・バダンテール、ポール・ベーヌ、ジャン・ピエール・ベルナン、ピエール・ノラ、マルク・フェロー、ミシェル・ビノクラ19人の歴史学者が、歴史の自由を訴える、願書をリベラシオン紙に掲載し、600人以上の署名を集めた。この訴えは、近年、ますます頻繁に政治が、過去の出来事の評価に介入するようになり、歴史家や、 思想家が裁判に巻き込まれることが多くなった事態を憂慮し、歴史は宗教、道徳、記憶などではなく科学であり、従って歴史学にとって重要なのは厳密な方法による事実の確定であり、決して過去を裁くことではない、自由な国において歴史的事実を確定する権利を有するのは議会や司法当局ではないという趣旨である。具体的には、一下双方、 3. 扉法の規定の一部がこうした原則に反するものであるとした。この歴史の自由の訴えは大きな反響を呼んだ。特に下層法に含まれる言論の自由を制限する内容は極右政党国民戦線のヘイトスピーチ的歴史修正主義的な言説へのやむを得ない対抗手段であったからである。現在、ピエール・ノラが歴史の自由協会の会長を務めている。 1988年に発表されたフランスは冬れ、アフィュレとの共著、フランス革命時点は、事件、人物、制度と創造、思想、解釈と歴史家の語部により構成され、翻訳では、事件、人物愛、人物通、制度、思想愛、思想通、歴史家の全7巻として1998年から2000年にかけて発表された。 現状はさらに1992年と2007年に増歩審判が出されている。第1巻、事件では、イタリア戦役、バレンヌ逃亡から、恐怖政治、サンドマの革命、連邦主義、連盟祭まで19のキーワードを中心に、フランス革命の歴史をたどっている。第2巻、第3巻、人物では、革命の展開において、重要な位置を占めたミラボー。 ラファイエット、ロベスピエール、ルイ16世紀の人物像及び、アンラジェ、王政派、サンイコールキュロと、テルミドール派などの活動についての独自の解釈を、加えて解説している。第4巻、制度では、共和歴、憲法、憲政、公教育など革命によって成立した、諸制度について論じている。第五巻、第六巻、思想では、ボルテール、モンテスキュー、 ルソーなどの思想や主権、平等、友愛などの概念がどのように読み替えられ、受け継がれたかを検証している。第7巻、歴史家では、カント、ヘーゲル、ミシュレ、トクビル、エドガール・キネラの革命論や政治哲学を論じている。ジュール・フェリーの教育改革を中心に、フランスにおける公教育の歴史をカトリック教会、共和制との関係において論じた、フランスの公教育。 ジュール・フェリーなどを表している。これは、以下の国民国家論におけると同様に、一にして、不可分の共和国としてのフランスの公教育において、宗教性や地域主義が排された経緯を検証するものである。オズーフが両親から受け継いだ、ブルターニュの言語や歴史、文化の問題を、パリ中心の歴史、文化との関係において、論じるようになったのは、晩年のことである。 この成果が2009年に発表したフランスの構成であり、同書ではこれを政治的な国民国家か文化的な国民国家かというと意図して検証している。具体的にはジュリアン・バンダが提唱した一にして不可分の国家、歴史を通して受け継がれる国家ではなく、理性に基づいて構築される抽象的な国家と、この対局にあるアルベール・ティボーデが提唱した。 再化された古い国家、市民による政治的な国家ではなく、民族的、文化的アイデンティティによって構成される多様性に基づく国家であり、オズーフは、フランスでは政治的な国民国家論が支配的であり、文化的な国民国家論は象徴の戦いに敗れたと論じている。同様に、フランスがヨーロッパ地方言語、少数言語検証を批准していないことについても、 フランスには昔から特殊性に対するアレルギーがあり、普遍性や均質性が好まれると指摘している。オズーフはもともと女性誌やフェミニズムの歴史の専門家ではないが、フランス革命のジロンド派の指導者の一人であるロラン夫人について研究していたときに、彼女に関するミシュレ他の歴史学者が女性であることに焦点を当てていることに気づき、実在の女性のこうした 論じられ方に興味を持つようになったという。1995年に発表された女の言葉は、こうした観点から対照的な描かれ方をされてきた女性。例えば、金欲的なシモーヌ・ベイユと、貪欲なシモーヌ・ド・ボーヴォワールをはじめとし、デファン夫人、シャリエール夫人、ロラン夫人、スタール夫人、レミューザー夫人、ジョルジュ・サンド、ユベルティーヌ・オークレール。 コレットの10人の女性の人物像を再検証している。また、英国とフランスのフェミニズムを歴史的な観点から比較し、フランスでは長期にわたる絶対音声期に貴族が男女共に社交に興じていたのに対して、これに相当する文化を持たなかった英国では、早くから男性は政治、女性は家庭という役割分業が確立し、 そのために早い時期に平等を求める運動が起こったフランスのフェミニズムが特殊だとされるのはもともと英国ほど歴然とした区別が存在せず常に男女の混合交流の文化があったからであると論じているその他の方訳、ありがとうございます